とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、二ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。コメントもいただきました。ありがとうございます。最近、クールダウン付きの防具がよく出る気がするんですけども、ということなんだよね。確かに、俺もね、最近クールダウン防具よく見る気がする。なのでやっぱりね、このシーズン5はチャンスなんすよ。どんどん回っちゃいましょう。ということで今日は何時間で終わるのかな。今のところ最速記録は50分ぐらいです。50分、まあ、そこをね30分とかで終わらせたいよね。30分、まあ夢だね。それぐらい早く終わらせたい。長い時は6時間かかってます。さあ今日はどれぐらいで終わるんでしょうか。楽しみだ。どうだろうね。出だしが悪い。出だしがものすごい悪い。これ2つともさ、ユニークだったら全然一発目からワンチャンあったよ。なぜ？しかもエンチャント意外といいし、エンチャント意外といいじゃん。マジか、虚無とダイナモついてる。うーわー。で、そしてあれね、あの闇討ちのやつ、あれ、あー、これめちゃくちゃエンチャント強いけどね。うん、でも違うんだ、違うんだよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、俺今気づいたんだけど、怒りって、330万だったっけ？あ、そうかそうかそうか、防具が300万だ。ああ、俺の勘違いです。まあ、ということで、今日も2ついいのが出るまでやめられません。行ってきます。ですね、冒頭に言ったクールダウンの防具が出やすくなったっていうのは、日によるのかな。今日は、出てないですね。クールダウン防具が今日はなぜか出てくれない。でもこれが出ました。これベビークロスボー、なんと貫通ダイナモ付きですね。できればハープクロスが良かったんだけどな。ベビークロス、どうだろう。まあ、2連射だからちょっとはダメージは高いと思うんだけど、どうだろう。まあ一応取ってても悪くないやつではあるのかな。貫通ダイナモって俺まだそこまで持ってないので、一度これを取っていろいろ試してみるのもいいかもしれませんね。できればハープの方が良かったんだけども、まあとにかくこれ1個でカウントしていいでしょうか。1個目ゲットです。すいません。やっぱり、クールダウン付きの防具、出にくい。今日全く出ない。クールダウン付きの防具、あれ珍しいんだな。出るときすごい出るけどね。今回一回も出てない。もうすでに、2時間かかってないね。1時間40分ぐらいやってるけども、クールダウン防具一度も出ない。まあ、そうだろうね。そうだろうね。クールダウンがついてる防具が出れば、ほぼほぼ当たりなところがあるから。出ないな。んで、機械化ソーブレード黄金でね、ダイナモついたのはいいんだけど、1位なんだよね。1のダイナモは、ちょっと微妙かな。まあ、下のエンチャもね、若干、微妙なところもあるんだよね。真ん中のやつなんて微妙すぎるんで、ダメだな。もう少し頑張ります。なんとか2時間以内で終わらせたい。はい、今日は出るな。今日はなんか出るな。何が出るかって、ダイナモ貫通。これハープクロスボウだったらいいけども、この蝶のクロスボウの方なのよ。
こっちにダイナモ貫通ついてんのよね。でも、まあ一応ね、マルチショットもついてんの。もうほんとこのセットをそのまんま、ハープクロスに持ってきてくれたら、マジで最高だったのよ。マジ最高。うん、黄金で弱体化もついとるからね。マジ最高だったんだけども、なぜ隣の蝶のクロスについたか。でもまあ、ありかな。で、相変わらずクールダウンの防具は出ません。全く出ない。今2時間経ってるけど、一個も来てないね、今日は。一度もクールダウン防具は出てません。どうしようかな。まあ、出たけども、まあこれは 1.5 個ということにしときましょうか。うん。あと 0.5 個分を、なんかいいやつ探したいと思います。あと3回以内ぐらいで出てくれれば嬉しい。まあ、とりあえずこれです。出ました。出ました。よかった。もうね、今日は寝ようかなと思ってたんですけども、ちょうど出ました。3時間半ぐらいですね。3時間40分かな。うん。3時間40分か50分ぐらいかかりまして、ようやく出ました。これ3つ目です。3つ目。まあ、1個はね、まあ、0.5 個っていう風にカウントしてたんだけども、トゥルースシーカーじゃないです。冬の指先。だね。まあ、クールダウンショットとロールチャージ。で、まあ、波な感じだけども、まあ、0.5 カウントということで、これで2つ、勘弁してください。貫通ボルトじゃなくてさ、そこに、バーストボーストリングついてればマジ良かったんだけどな。もしくはその貫通は貫通でいいけども、3にして、一番左のエンチャントを、ダイナモ、だったら、ちょっと面白そうな感じだったけどね。でもまあ、テンポセフトに、クールダウンショット、ロールチャージ、全然使っていけるんではないでしょうか。まあ、俺はすでに持ってるから、いらないっちゃいらないんだけどね。まあまあ、プレゼント用に取っておいてもいいんじゃないかな。とりあえず、完了です。終わりました。はい、戻ってきました。ということで、今日も2ついいものが出るまで終われません。日をまたぐかと思いきや、最後の最後、いいのが出てきてくれました。まず、ベビークロスボウだね。これはダイナモ貫通で、無限ダイナモができるやつだね。まあ、強いかどうかは使ってみないとわかりません。一応2連射だから、ちょっとは火力出るかなと思ってます。そして、蝶のクロスボウ、これも同じく、ダイナモ貫通ですね。で、しかも真ん中にマルチショット、ついてるので、まあ、そこそこ、これも火力が運によるけどね、出るかもしれないなっていうことで、取ってます。で、最後に出た、冬の指先、テンポセフト、そしてクールダウンショット、ロールチャージ。うん、すごく使いやすいと思います。今日はほんとね、弓ばっかり出ましたね。うん、弓が多かったな。まあ武器もそこそこ出たけど、いいやつはなかった。で、防具も、まあ、ぼちぼち出たけども、クールダウンがついてるのは一つもなかったです。うん。まあ最初にコメントでもらったやつ、俺もね、ちょっと賛同して、クールダウンよく出るよねって言ったけども、日によるんだと思います。今日は全く出なかった。全然ダメでした。はい。ということで、今日はもう寝たいと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。